特集です。近年 QR コードを活用した迷い人などの見守りサービスが様々な自治体で導入されています。所沢市は去年1月にトコロンおかえり QR のサービスを始めました。持ち物や衣服に QR コードを貼ったり縫い付けたりした高齢者などを発見した際、発見した人が QR コードを読み取って現在の場所や状況を送信すると家族など保護者に情報が伝わるシステムです。こうした見守りサービスはとても便利な一方、発見した人が使い方を知らなければ力を発揮できません。そこでより幅広い世代に向けて見守りサービスを知ってもらおうと、市の若手職員が特技の歌で PR することにしました。これがあれば僕ら大丈夫。歌を作ったのは高齢者支援課に勤務する松本裕太さんです。ゆったりとした曲の歌詞に QR コードの使い方を分かりやすく盛り込みました。幼い頃から歌を歌ったり作ったりすることが好きだったという松本さん、プロを目指していたこともあったといいます。シンガーソングライターを目指してですね、養成所の方に通っておりまして、プロのミュージシャンとしてやっていこうって思ってました、はい、去年4月に高齢者支援課に移動した松本さんはサービス普及のための動画を作ることを知り、その日の夜にメロディーと歌詞を作って翌日に同僚に披露しました。歌を勝手に作って先輩にこう押し売りをしたみたいなところで、音楽があった方がより広いところに伝わってくるんじゃないかなと思いまして、作りました。本当に動画の一部になればって感じだったので、そこまでリアクションはまあ求めてはいなかったんですけど、薄かったような感じはしますね。おーっていうふうにはなりましたけど、普通でしたね。しかし同僚は全く違うことを感じていたといいます。おそらく私が一番最初に聞いたのかなっていうふうには思っているんですけども、先ほどリアクションが薄かったっていうふうに言ってたんですけど、実はちょっと泣いてたんですね、私。やっぱ企画を言ってすぐに作ってきたっていう前のめりな気持ちというか、そういうところに非常に感動しましたね。松本さんの曲は去年4月に公開された普及動画には起用されませんでしたが、その後曲にミュージックビデオをつけた動画を11月に公開すると大きな反響があったといいます。トコロンおかえり QR 関係の動画は何本か作成をしているんですけれども、ミュージックビデオの動画をアップしたところ、やっぱ関連動画も含めてやっぱ再生数が上がったので、非常にやっぱり効果はあったっていう印象です。反響は松本さんにも届いていて手応えを感じています。その他市にお住まいの方から YouTube 見ましたってことで、すごいいい取り組みだと思いますって、まあ、自分が住んでいる自治体にはちょっとそういうサービスとかがないので、ぜひその自分の住んでいる自治体の方でもやってもらいたいなと思いましたっていうお声をいただいたりとかはしましたね。まあ、見ていただけてるんだなっていうところで、ちょっとでもそのところのおかえり QR の周知にこうつながるというか、一助になってるんだなっていうふうには感じますね。松本さんは見守りサービスをより多くの人に知ってもらえるよう、今後も得意の歌を生かしていきたいとしています。まあ、この曲を人前でまだ披露したことがないので、そういうイベントだったりで歌ったりとかで、ゆくゆくはその本当にところのおかえり QR はもうその一部の認知症の方を見ている人だけのものでもなく、もう市内全体でこう、もしくはもう
県内で日本全国で広がっていければ本当に困っている人もいなくなると思いますし、まあ、歌以外にもこういろいろ候補ところだしとしてもやっていきたいなとも思ってますので待っているあなたの帰りを。松本さんはところんおかえり QR は高齢者の見守りだけでなく小さな子どもやペットが迷子になってしまった時にも利用できるのでより広く普及させていきたいと話しているということです。